はい、どうもジャンヌダルクです。というわけで今回は、近々コールオブデューティ MW のアルファ版が登場するということで、今あるモダの情報というか、まあ、ぶっちゃけアルファ版でかつ2on2限定なので、まあ、どうあがいてもパークだとかマップ、あとまあ今作から、限定に回帰したキルストかなっていうのをまあ自分で選べないし確認すらできないんですよね。まあ、配信見た人ならわかると思いますが、2on2モードはランダムで武器が選ばれたりカスタマイズされたりしてるんですよね。なのでちょっとまあ色々と話したい、新着情報などあるんですが、とりあえずまあ今回はアルファ版役に立つ現段階で確認できている武器をね紹介していこうかなと思います。まあ、幸い自分のリスナーさんにね結構まあそのロマン武器民というのかな、まあ、多数存在しますので、ちょっとまあコールオブデューティーに関係ないまあ実際の銃も触れつつ雑談していこうかなと思いますので、まあ、もしよろしければねチャンネル登録と高評価していただければなと思います。はい。で、一応今作から武器の種類が BO4 と同じアサルトライフル、サブマシンガン、タクティカルライフル枠のマークスマンライフル、ショットガン、ハンドガン、 SR、LMG、近接武器って形になってて、登場する数が47種類かな今回で。これ驚きなんですけど、 BO4 今何種類あると思いますか？まあ、近接だとか特殊武器除いた重火器のみで、はい、なんと驚きの40種類しかないということで、新武器合わせてですよ、新武器合わせた同じ条件の近接武器だとか特殊除いて40種類しかないということで、まあ、いかにね今作、CODMW、まあ、重火器に力入れてるか分かりますよね。本当にまあ半年以上経ってますけども、まだね近接武器だとか特殊武器合わせないと CODMW の、まあ、リリース当初に負けてしまうということで、情けないですね BO4 で。なんか聞いた話によると、その47種類っていうのも、DLC 枠として出すかもしれないみたいなこともあるんですよ。一応まあ PV だとか、あと先行プレイの方では確認できたらしいんですけども、ちょっとねあのリリース当初でそれを追加するかわからないっていうのも多少難点があるみたいなんで、まあ個人的にはねフォートナイトみたいにアップデート豊富でまあ息の長い作品にしていただくために、あのちょっともうこれ以上47種類以上は追加せず、新武器枠として小出しにしていただければなと。はい。まあどちらにしろね、あの実際にある実銃コンセプトの武器なんで、本当にまあ一定層から支持されそうですよね。まあ、特に BF とかやってる人、結構そのリアルの銃とか好きな方多いんで、まあ BF 民だとか、まあ26でも結構登場する銃がこっちにも来ると思うんで、まあそういったところからちょっと新規参入していただければなということで、早速ね銃の解説していきますと、まずサブマシンガンが MP7、まあ BO2 で登場したレート早い系の銃ですね。で MP5、 こちらは BO1 であった K ではなく、モダンシリーズでおなじみのまあ普通の MP5 のタイプが、登場するみたいです。そしてビゾンことバイゾン、まあモダン3の PP19 ですね。まあマガジンがねヘリカルマガジンっていう独特な形から、まあ日本のあのモダン3界では水鉄砲と言われて慣れ親しんだ武器となっております。まあ個人的にはねゴーストのイメージ強いんですが、皆さんモダン3が一番強いですかね。はい。で AK74U、 まあ BO1 のクリンコフさんですね。一応まあリメイクとして、まあ、BO3 にも登場してますが、基本的に威力がちょい高めの強武器だったりとかしますので、まあ今作も非常に期待できるんじゃないかなと。そしてミニウージー、まあ、BO1 とかでもありましたよね。まあ、そんなに使ってないですけど。で、P90 こと、プロジェクト90。これがですね、結構物議醸し出してて、まあ、P90 なのか、PS90 なのか、ちょっと判定だと難しく、海外曰く、アタッチメントで PS90 に寄せただけで、P90 っていうのが回答ですけども、一応ま、PS90 が、ま、バレル拡張したカービン仕様の民間モデルって感じですので、まあ、そのバリアント的に変更できるかも、とのことです。で、これもちゃんと繋がってくる話なんですが、今回から新機能というのかな、一応過去作同じインフィニティワードさんの、ゴーストのマーベリックだっけなだとか、あと IW の変形銃だとか SR から AR みたいな、頭がってなりそうな、まあ、作品でもあったんですけども、あのアタッチメントで武器の種類が変更できるみたいなんですよ。まあ IW はアタッチメントじゃなくてそのデフォの性能なんですけど、一応まあ公式アナウンスだと、前回サバゲーでも紹介したスペア AUG、 まあアウゲーってね、まあ日本のアニメだと呼ぶ時もあるんですが、まあ AUG さんですねがデフォの SMG なんですが、アタッチメントでアサルトライフルに変えることができるらしいんですよ。まあいわゆる今作のモッド的な枠で、まあそれが相当胸熱なんですね。まあ確かに強くなったり下手したらぶっ壊れる可能性ってモッドあるんですけど、まあ AUG が SMG からアサルトライフルって考えただけでテンション上がりません？そう。なので、あの先ほど言ったあの P90 ももしかしたら民間モデルに変えられるかもしれない、その拡張バレル、あの PS90 風に見せてる、もしくは PS90 で新しく増えるみたいな、まああの武器が増えるって言い方したらちょっとあれですけども、精密には本当別武器になるわけなんで、まあそこら辺ね、ちょっとロマン民からするとクソテンション上がりますよね。はい。まあ、宣伝なんですけど、よかったらサバゲのね、AUG さん見てください。で、アサルトライフルがファーマスで、こちらもアタッチメントのモードチェンジで3点からフルオートに変更可能とのことです。まあ、BO2 でもあったモードセレクトですね、が一部の武器にも適用できるということで、まあ、ファーマスのあのクソ早いレートのフルオートって考えると、バランスブレイカー臭プンプンで震えてきますね。なんかベータの動画見たんですけど、ファーマスのバーストは確かワントリガーで溶けてるんで、コールオブデューティー BO4 でもある、ソードフィッシュよりエグいです。で、AK47、まあ、言わずもし
知れたカラシニコフでおなじみの武器なんですけど、なんか今回から SMG タイプにできるみたいで、 AK74U とはまた別で切り詰めたバージョンがあるみたいですね。まああれですかね、 AKS47 みたいな感じになるのかな。まあ、ちなみに AKS の S っていうのは折りたたみ式って意味なんで、結構銃に何々 S みたいなついたら、あ、コンパクトなんだなみたいな、あ、ストックがまあ重心の方にかけて収納できるんだなってまあ見ていただくと、まあ銃が楽しめるんじゃないかなと。で、そしてアサルトライフル HK433。結構まあ初耳の方もいると思いますが、今ジャストミートに問題になってる銃で、まあ HK でついてあるんで、ヘッケラー&コッホさんの銃ってわかると思うんですけど、まあ433、G36 って銃ご存知かと思いますが、あれのまあ後釜の候補に上がってる銃で、2019年中に決定するとかなんとか話題になった銃ですね。まあもしかしたらもうすでに HK433 に正式採用されてるかもしれませんが、まあとりあえずなんか一昔前、その HK433 が G36 の代わりになるかもしれない、わーわーみたいな形で、サバゲー界隈は盛り上がったので、まあぜひぜひ皆さん興味のある方は調べてみてください。結構見た目かっこいいです。そして M4A1。まあバトロワでよく勘違いされる銃ですね。ちなみに、まあ、シュラウドさんが、コールオブデューティー MW のベータをね、体験したところ、一番強く感じたのは M4 だったみたいですね。マウスなんですけど、他の銃のリコイルがちょっと難しく、今作明らかにブレやばいじゃないですか。まあ、そういったところをマウスでも M4 が一番安定したと公式アナウンスされてたので、まあ、アルファ版はね、武器ランダムですけど、ベータ版が来た時に皆さん、シュラウドになっていただければなと。そして、スカー H。まあ、L ではなく BO2 のアサルトライフル H の方が実装されると。で、次が、シグ MCX。次が、BO1、BO2 でもあったファル。これがマークスマンライフル枠で来るかなって思ったんですけど、どうやらアサルトライフル枠らしいですね。そして最後に、ASH12。まあ、ドルフロにもある銃なんで結構知ってる方多いんじゃないかなと。ブルーパップが特徴で最近の銃っちゃ銃ですね。ちょっとまあ問題がある銃なので気になった方はぜひ調べてみてください。で、スナイパーライフルが、ドラグノフ。まあ、SVD ですね。まあ、BO1 だとか、モダンリメイクでもあるような、ウッドストックが映える SR。で、今回追加にもあった AS50。で、最後になんか1種類追加あるらしいんですけど、こちらは製品版もしくは DLC での追加らしいです。まあ、多分ボルスナ枠が個人的に来るんじゃないかなと。まあ、今のところタック50以外全てレンスナなんで、おそらくまあレバーアクション式のボルスナって言ったらちょっとガバガバですけど、まあアウトローみたいなリボルバータイプの、ボルトスナイパーか、ウィンチェスターみたいなレバーを下げるタイプが来るか、まあルーカスだとかその当てやすい系ですね、バリスタみたいな、まあそこら辺すごい楽しみですね。で、今回、タクティカルライフル枠としてゴーストでも登場したマークスマンライフル枠ってことで、カー98、まあ K がついてないタイプですね。はい。そして先ほど話したレバーアクションのウィンチェスターと、M14EBR、まあ EBR はゴーストでもあったよね。まあ見た目がM14 とかに確か似てたはず。そしてちょっとずれますが、ランチャーがみんな大好き RPG7。 そして過去作でえぐいグラグザかったジャベリン。まあモダン3はね、これ担いでドミビーにみんな行きましたよね。まあぜひね、モダン3ジャベリンで調べていただければなと。あとこれちょっと知らないんですけど、カールグスタフっていうなんかロックオン式の、ランチャーが来るみたいですね。あ、これ過去作あったのかな。新規だよね。BO2 であった FHJ みたいな感じなんですかね。で、あとスティンガー。まあ、これはま、コールオブデューティー結構出てきますね。で、ハンドガンがデザートイーグル X162 M1911、シグ、P320、44マグナム。まあ、個人的にま、ちょっとエッチだなーと思ったのが P320 ですね。まあ、正式にはシグザウェル P320 っていう名前なんですけど、これサバゲーとかでもあって、見た目クソかっこいいんですよね。多分ま、ゴーストの P226 とか愛用してた人はドハマりする形してるんじゃないかなと。で、あとバランスなんですけど、デザートイーグルがめちゃめちゃ強いみたいで、ヘッショ一発らしいんですよね。まあ、コールオブデューティーってハンドガンが強い FPS でも有名ですが、さすがにね、44マグナムに次いでデザートイーグルもワンパンっていうのはちょっとね、マウス勢が猛威振るいそうですね。で、LMG が MG5、MG34、L86、LSW、そしてペチネグかな？ちょっと名前がペチネグではないらしいんですけども、見た目がペチネグらしいので、まあ、ペチネグと。で、ショットガンがハンティングライフル。まあ、アーガスみたいなタイプのショットガンですね。そして、まあ、レミントン870。いや、まあ正直今これ見てる人世代そんなにいないと思うんで、まあ老害コッドかもしれませんけど、もう BO2 の最強武器ですね。もうレミントン使われたら使い返すみたいな、その今のソードフィッシュ使われたら使い返すっていうのがもう昔から BO2 であったんですよ。で、それがショットガンで、まあ基本的に BO2 のマップって見てもらったら分かる通り紙マップが多いじゃないですか。近距離戦闘が多いじゃないですか。そういったところを普通にどのマップでも使えたっていうのがやばいんですよ、こいつ。そしてオリジン12。まあセミオートのショットガンですね。まあバイオハザード7でクリスが使っているトールハンマーみたいな形の、外観しております。で、 BO2 にもあった KSG スラッグ弾式にもなる中型の、SG ですけども、これどう
うなるんですかね、どういう形でちょっと追加するのかってわかんないんですけども、一応 BO2 ではスラッグ弾式でしたね。でその他、ナイフ2種類と盾とかあるみたいなんですけど、なんかまあ盾って聞いてワールドウォー2がすっごいノリをよぎるんですが、まあきっと勘違いでしょう。ちなみに盾なんかアタッチメント搭載で、フラッシュライトがあるみたいです。まあ BO4 のストロボライトみたいなチカチカチカではなく、まあ純粋なフラッシュで、別弾効果もなく、まあ野戦用だろうとまあコメントされてます。はい。で一応まあざっと話してみたんですが、これが全てアルファ版で出るとは限らないんですよ。本当にまあ先行プレイで確認できたり、PV で確認できた範囲なので、あくまでこちらの銃は製品版でお楽しみくださいなんですけど、多分まあ半数以上はアルファ版のね、ランダムで、武器体験できるんじゃないかなと。まあぜひね、今回のその武器紹介参考になったよっていう方は高評価していただくとモチベ上がりますのでお願いします。ではね、これからもコールオブデューティー MW の最新情報など上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録高評価お願いします。それではご視聴ありがとうございました。